就活やめました？はい、やめました。なんか勝手に涙が出てくるみたいな。面接での失敗っていうのはきっと大成功への道のりなんだ。どうもこんにちは、旬代理メンバーのすずです。旬代理メンバーのみなみです。みなみちゃんは23だけど休学して24になって、私と同い年で、最近旬代理インターンに加入してくれた、はい、子です。今日撮る動画なんですけど、私もみなみちゃんも就活で病んだ経験があるものということで、でかつちょうどねこの時期病みがちだと思うんですよ、ね、なので今日私たちの体験談を話しつつ、就活で病まないようにする方法とか、私たちがどうやって乗り越えたのかとかっていうのを話していけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でちょっと告知なんですけど、25卒の就活生向けの対面イベントを開催します。場所はあのオフィス、東京にあるオフィスで、来月9月15日の夜7時から9時で行います。24卒で就活を終えた先輩とか、23卒 の大手メーカーにいたキーちゃんとか、 IT にいた星くんとかも来てくれて、就活相談に乗れたりとか、あとまあ25卒のみんなでね交流したりする場もぜひ作れたらなと思っているので、ぜひ興味ある方は概要欄の参加フォームからぜひ入力してくれたらなと思います。撮影とかはしないので、ぜひそういう心配もせずに来たい人みんな来てくれたら嬉しいです。待ってます。すずちゃんめっちゃ就活頑張ってたじゃないですか。そうですね。就活やめました？はい、やめました。どれくらいやめました？2回ぐらいやんで、うん、1回目はその2、3卒の本当に始めたて夏とかの時にやんで、うん、2回目は2、4卒就活の3月、4月ぐらいかな。で、まあ、どれぐらいやんでたのかで言うと、はい、初めの方はめっちゃやんでて、うん、1週間ぐらい悲しいこととかなんか辛いこととか特にないのに、なんか勝手に涙が出てくるみたいな。本当になんかうつ病の初期症状みたいなのが現れ始めるぐらい病んでた、うん、もうめっちゃ病んだ要因があるんだけど、はい、まず1個目は社員訪問でめっちゃ詰められる。社員訪問で詰められることってある？詰められたんだよ。私一番初めの社員訪問の時に、抹茶でさ、うん、なんか面接練習してくださいみたいなので、うん、やった時に、学一課とかもとりあえず話すこと全部に関してダメ出しされて、うん、落ち込んでだねっていうのが1個目で、2個目の要因が落ち続けた、落ちまくったが2個目。その他ね理由も2つが、1つ目が動画のコメント欄で、最後が自分のキャパオーバー。でこれが全部しかも一気に同じ時期に来てるから、あ、動画のコメント欄もそんな叩かれる？いや、そう、私今はさ応援してくれるコメント多いじゃん。でも出始めの頃、自分の面接とかグルディスとか人格に関する否定とかも結構くる感じだったのね。私がめっちゃ傷ついたの、学歴系のそんな大学出てたらもう無理だよとか、学歴ってもう変えられないじゃん。確かに。だから、あ、もうこの大学に行った時点で自分は終わりなんだとか、なんか努力でもうどうにもできないって、もう無理なんだみたいな感じで思っちゃった、うん、でメンタルがそこまで落ちて、でかつその時、まあ、ちょっとインターンも始めちゃったから、インターン、学生団体、バイトってやってて全部結構忙しかったんだよね、うん、でなんかそのでもさ両立できないじゃん全部、うん、だからなんかちょっとなんかみんなの顔色を伺ってなんか全部に頑張ってみたいなので、キャパオーバーにもなっちゃって、それとこれまでの上の3つが同時期に起こってなったね。あの、私もすずちゃんと一緒で、うん、23卒から24卒に、はいはい、そうだよね、1年休学してるから、うん、一緒に就活をしてくれる友達がいない、まあ、いたけどもう本当にそれも少数だったから、うん、こう就活の正解もわからないし、うん、自分のやってる面接がこれ合ってるのかな、うん、グルディスもこれで本当に大丈夫なのかなみたいな、うん、いや、そう、もう何もわからないままただなんかこう迷走していて病んでた、うんうん、でしかもその時に一番行きたい企業の最終面接、うん、めっちゃ早くない？があった。そう、なんかサマーインターンまでの選考もめちゃくちゃ長かったし、うん、めちゃくちゃ力を入れてたからこそ、そうだね、もう正直絶対受かるなっていう自信があったんですよ、うんうんうん、そっから多分10回ぐらい面接面談あって、全部こう受かって受かって順調に進んで、10回？そうそう、合計8ヶ月ぐらいそこの企業に割いた。でしかもその時そこしかめちゃくちゃ行きたいっていう企業がなかったから、うん、もう私はここに多分入社するんだって思って、うん、東京のオフィスに最終選考で行って、次の日にお祈りメールだったからめっちゃショックだったね。なんか胸に重たい鉛がこうズシーンってきたような感覚に1ヶ月間ぐらいずっとなってたっていうのが一番病んだ時ですね。その時他に内定はあったの？内定一社けど、本当にそこでいいのかなっていう迷いがあって、就活やめるか続けるかも、その一社持ってるがゆえにどうしようってなって、うん、でも友達に、いやでも本当に納得いってないなら最後まで絶対続けるべきっていうふうに言われて、まあ、泣く泣く続けたっていう感じですね。なるほど。
いや、ぶっちゃけめっちゃやるよね、就活って。やむと思う、めっちゃやむと思う。じゃあどうやって回復した？あの、私が回復した方法は、うん、1個はなんかアイドルのオーディション番組を見る。わかるわ。なんかアイドルじゃなくてもなんか頑張ってる人を見る、好きな自分より過酷な感じで。そう、そう、自分こんななんか面接で、しかもなんかオンラインの面接で1回落ちてへこんで、うん、超ちっぽけだなって思って、それでなんかモチベーションを頑張ってこう保ってたみたいなのがありますね。まあ、あとはなんかそれと似てるけど、なんかその成功してる人、マーク・ザッカーバーグのモチベーション動画みたいなのがあるんだけど、それを見て、ハリー・ポッターの作者である J.K. ローリングですら、ハリー・ポッターを描く前に、あの大作を生み出す前に何度も何度も失敗をしてるっていう名言を見て、間違いない、私のこの面接での失敗っていうのはきっと大成功への道のりなんだって思うよね。その時はめちゃくちゃへこむけど、もうちょっと長い目で見ようみたいな。それ大事かも。めっちゃミスっちゃう、どんな感じ。でも私も最終的には自分の人生成功するだろうなっていう、毎回やってるよね。そんな謎の自信はあった。気象転結だから、人生って。そうだよね。だからここで頑張るかと思って。いや、そのポジティブなマインド持てるのはいいよね。でもまあガチでやった時はそんなもんじゃ解決しなかったガチでやった時はね、まず私がやったのは一回就活から離れるっていうのと、本読むっていうのをやってましたね。就活から離れるっていうのは具体的にどういうこと？何にもしないってこと？それ何もしなかったらまた読むと思うから、うん、私就活慣れて、旬代理の長期インターンに3ヶ月間ぐらいこっちに専念してみようと思って、完全に就活やめて、長期インターンやった。効果はありました？ありましたよ、ありました、ありました。就活重ねて新デイリー集中します、で、新デイリーでその、まあ、何ヶ月間かで結果を残すことができたから、まず自分にめっちゃ自信がついた。あー、そういうことね。で、なんかその経験の中でいろんな人話したりするじゃん。で、だからなんか面接スキルとかも自然と上がっていって、面接動画やったらそこに対する褒めるコメントとかもいっぱいつくようになったりとか、その関わる人事さんから褒めてもらうことが多くなって、自己肯定感がめっちゃ上がった、その期間で。じゃあ結果的に仙台アリーのその YouTube に出演したことはめちゃくちゃ、そうだね、プラスの方向につながっていったってこと。ハッピーストレスっていう本があって、川の前のベンチがあって、そこで読んで一人でこうやって読んでそしたらなんか読んでるうちに悲しくなってきちゃってベンチでふうって泣きながらまあ、ストレスは悪いものじゃなくていいものだよ、うまく付き合えばちゃんと、まあ、いい方に働くよっていう本で、今のストレスとどういう風に向き合っていけばいいのかな、付き合っていけばいいのかなとか、なんかこう嫌な時はこういう考え方すればいいんだよみたいなのが書いてあって、素晴らしい。それにすごく私は救われました。まあとりあえずそんな感じで私は解決しましたと。なるほど。就活へのモチベーションというかマインドってどんな感じだった？頑張ったらさ、絶対さ、落ち込んだりさ、病むことって絶対あるじゃん、生活だけに関わらずいろんな場面でさ。だから病んだら、あ、自分本気でちゃんと自分の人生に向き合ってる証拠なんだな、本気で頑張ってる証拠なんだな、偉い偉い自分偉い偉い、そう、病んでる自分ってめっちゃ頑張ってるってことじゃん、偉い偉いって確かに思うようにしてた。この物語でいうの、起承転結言ったら天の部分だから、この次に絶対いい結果が待ってる、ここを乗り越えた自分は最強だ、間違いないって思うようにしてたかな。確かに、なんかその病んでる自分を責めるっていうのが一番ダメだよね。そうそうそう、私マイナスに思う必要ないし、頑張ってるから病むんだから、あとはなんかさ、その私はその旬代理のさ、インターンやる中で、働き方って正社員だけじゃないんだなっていうのを知ってた。だから別に正規雇用されなくとも死なないだろうなっていう考えがあった。就活だけが全てじゃない、そうと思ってた。これ終わっても人生終わらないだろうなとは思ってた。最終的にはどうにかなるだろうっていう気持ちがあったからやってこれたっていう感じか。ちなみに旬ダイアリーっていうチャンネルがさ、一個就活に関するコンテンツを上げる YouTube だと思うんだけど、でもうちらはさ、就活全てだとは思ってないよね。思ってない。そうだから、なんか就活っていうのはなんかこういろんな選択肢がある中の一つだし、でもそれを選んだからには絶対後悔してほしくないっていうふうに思うから、そこに足りない情報とかを旬ダイアリーから得ることができたら、私たちも嬉しいなっていう感じですね。すごいいいこと言うじゃん。って思った時に、なんか見て元気になったりとか、見てなんか病んでるところから勇気をもらえたりとかさ、ちょっと就活でちょっと役に立ったりしたら嬉しいなって思って。そうだね。まあとりあえずこの動画見てちょっとでも役に立ったら嬉しいなって思うし、本当にやばかったら絶対人に相談した方がいいと思うから、相談してください、コメント欄どんどん書き込んでください。そしたら
回答しますので。で、あとはオープニングでも告知したんですけど、2号卒の就活対面イベントをやることになりました。イエーイイベントは来月9月15日の夜7時から9時で行います。今動画出てるだけじゃなくてね、いろいろ就活やってた先輩もいるので、その先輩も呼んだりとか、あと兄さんでメーカーに行ったキーちゃんとか、IT 行った星くんとかも来て、いろいろ就活相談乗ってくれるということなので、ぜひ、その時は撮影しないので、そういう心配もせずに、もし来たい方いたらぜひ参加してみてください。あとイベントに加えて、現在1分で回答できる24卒対象就活状況調査アンケートの回答を募集しています。回答してくださった方には500円分の Amazon ギフトカードをお届けしております。お時間の方ぜひ概要欄からチェックしてアンケート回答してみてください。ということで、本日はありがとうございました。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーン情報です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。